押川清市1月1日から1944年3月18日は日本のアマチュア野球選手、早稲田大学野球部の3代目首相を務め、日本初のプロ野球チームである日本運動協会や名古屋軍、後楽園イーグルスなどの創設者としても知られる。父は牧師で東北学院創設者でもある押川正義、兄は冒険小説家の押川俊郎。 長男は劇作家の押川昭一、宮城県仙台市出身、上京し、早稲田中学に入学したが、1897年秋に、幾分館中学に転校し、ベースボール部に入部する。ここで、後に、早稲田大学野球部初代首相となる、大橋武太郎とバッテリーを組み、当時の強豪であった一校を3度にわたって破るなど、した。 一区分館中学卒業後の1902年、早稲田大学に入学。野球部に入部すると、橋戸信、河野敦史らと共に、中心選手としてプレーし、三代目首相も務めた。1906年に、早稲田大学がアメリカ遠征をした、際のメンバーにも選ばれている。1907年、早稲田大学を卒業し、志願兵として軍隊に一年入隊。除隊後は、 鉱山事業を志し、東北各地を調査したが、これは成功しなかった。1920年、早稲田時代からの付き合いである、橋戸、河野と共に、日本最初の職業野球チーム、日本運動協会の創立に参加。押川の役割は、顧問兼コーチであった。しかし、このチームは、関東大震災の影響などもあって解散してしまう。1936年には、 河野と共に、中日ドラゴンズの前身である、名古屋軍の設立に関わり、相談役兼顧問兼マネージャーを務めた。翌年、河野と共に、名古屋軍を辞め、新球団、高楽園イーグルスの設立に関わる。ここでは、球団社長を務めた。1944年、食道癌の試し去。63歳、母所は、玉霊園。1959年、 1> 第1回野球殿堂入り、基本的に無口で、滅多なことでは口を開かなかった。早稲田野球部の後輩である、日田水州は、運動場における押川君は口を聞かぬ人であり、笑わぬ人である。しかし一度親しめば、間に忘れることのできない人であると評している。また、押川の魂の中には、一切虚栄心というものを含んでいなかった。虚栄心を持たぬ人ほど、 信念に対して忠実なものはない。これが正しいと思えば必ず断行する。常実というものがない。押川はまさにそうした人であり、我々に与えた感化は安倍先生と共に実に大きいとも述べている。押川と前田高生、ありがとうございます。